岡部徹は日本のアナウンサー。日本統治時代の台湾台北市出身。ラジオ東京 TBS で活動していた。早稲田大学教育学部を卒業して1957年4月に、ラジオ東京へアナウンサー5期生として入社。主にスポーツ実況やラジオ DJ を担当していた。1963年11月1日に、 報道局運動部兼ニュース部アナウンサーとなる。1967年11月15日にアナウンサー研修室設置に伴い報道局運動部兼アナウンサー研修室付け、1970年7月にラジオ本部アナウンス室、県テレビ本部報道運動部勤務の後、1977年3月にラジオ本部アナウンス室のみ所属となる。 近代オリンピックでは1964年と1972年の2度に、渡り、実況を担当。このうち、札幌の開会式では、テレビ中継を担当した。ボクシング中継では、具志堅陽光の WBA 世界、j フライ級チャンピオン初挑戦を担当以来、13回目の、タイトル防衛戦まで担当した。1986年5月に、 秘書室へ移動し、アナウンス職から離れる。1988年2月のテレビ本部社会、情報局移動後は、4月から1992年3月までの4年間、木戸麻子と共にワイドショー番組、3時に会いましょうのメインキャスターを務めた。1992年6月に、テレビ総局ネットワーク局 JNN ネットワーク、協議会事務局へ移動後、 1994年11月に TBS を定年退職。定年退職後は短期大学講師や TBS アナウンススクール特別講師を務める。スポーツ中継スポーツ中継以外、ありがとうございます。